おや、あなたたちでしたか。本当にお久しぶりですね。ひっ、シャブ業が肝試し大会をやるって聞いてすぐ申し込みに来たぞ。でもまさかアヤトがいるなんて。もしかして今回の肝試し大会って結構重要なやつなのか。おや、もしかして私は重要な局面にしか現れないと思われているのですか。今回の肝試し大会は確かに私の提案です。あくまで企画を通しただけですが、こうして確認をするのも私の仕事ですよ。肝試し大会はテイワットに広く伝わっていますし、参考にできる事例も多いので、おそらくつつがなく行われるでしょうし、細かいことは家臣たちに任せていますから。なるほどな。ってことは今アヤトはあまり忙しくないってことだな。だったらオイラたちに肝試し大会のルールを説明してくれよ。こうも自然に人に用事を言いつけるとは、さすがパイモンさんですね。まあ確かに時が来ればお二人の協力が必要になるかもしれない。ん？何か言ったか？お気になさらず。時間もあることですから簡単に説明しましょう。やったぜ。肝試し大会、その名の通り遊びとしての度胸試しです。肝試しの場は鎮守の森にしました。肝試しを始める前に毎回参加者には2人ずつの組に分かれてもらいます。組み分けができたら、事前に鎮守の森やその周辺地域に置かれたとあるものを発表します。一番先にそのものを見つけた人がその回の勝者となります。その回？あれ、もしかして肝試し大会って何回かやるのか。その通り、肝試し大会は3回行われます。何せ実は今回の肝試し大会は3つの勢力が主催しているものですから、商人たちは資金を集め、神里家は場所を提供しました。そして鳴神大社が顧問を担当しています。3つの勢力それぞれが参加者の探すものを決めるので、試合自体も3回戦で勝負を決めます。オイラ分かったぞ。なんだかんだ言って要は鎮守の森で物探しするだけってことだろ。1回ごとに1つ見つけて3回で3つ見つけるんだな。簡単じゃないか。ええ、よく理解してくれました。試合に勝利した回数をもとに異なる商品を用意するつもりです。もし複数回勝利を収めた人がいれば、最後に与えられる報酬も増えます。3つ全て集めることができたら、鳴神大社の提供する豪華御神物も獲得できますよ。豪華御神物、聞くだけで高そうだぞ。さあ、どれほどのモラに相当するのでしょう。試合に勝利した上であの宮司様に聞けば答えがわかるかもしれませんね。無論肝試し大会で最も試されるのは度胸です。もし恐怖に負けて途中で退出すれば商品とは無縁になるでしょう。さて、恐怖に耐え最後まで持ちこたえられる者がどれだけいるやら。用意した商品が誰にも送られないとなれば、私の方も困りますからね。心配いらないぜ。その商品はオイラたちがいただくからな。オイラは肝試し大会って聞いた段階で怖かったけど、旅人の方は度胸がいっぱいだぞ。なかなかの勢いですね。私もあなたたちのご活躍を祈っていますよ。さあ、話はこのくらいにしましょう。後で私があなたたちの名前を参加者名簿に登録すれば参戦完了です。3つのものの正体については肝試し大会の現場に着けば紹介してくれるものがいるはずです。最後に友達として一つ教えてあげましょう。
肝試し大会では毎回怪しい噂が流されてしまうのです。どうかお気をつけて。あいつのあの口ぶり、まさか真珠の森に何か本物がいるわけじゃないよな。まったく、お前までオイラを脅かすなよな。とにかく噂の豪華ご神物のために出発。ちょい止まった。かお前らじゃねえか。こいつは奇遇だな。この声はイット。どうしてここに。まさかお前も肝試し大会に参加しに来たのか。そりゃもちろん。悪いな、報酬は全部この俺様、新たき度胸は天より高くイットがもらうぜ。と言いたいところだが、実は今回は別の件で来たんだ。何があったんだ。はあ、長い話になっちまうんだがな、この前肝試し大会の情報を聞いた俺様はすぐに新たき派を全員かき集めて思い切り楽しもうと思ってたんだ。なのになんと俺様の子分はどいつもこいつも肝試し大会に興味がねえみてえでよ。真珠の森なら何度も言っただろ、全然怖くないぜ。あんなの子供が度胸を鍛えるためのゲームじゃんかよ。そんな時間があったら七星召喚でもやろうぜ。本当に肝試し大会に参加するのか。はあ、親分が決めたことなら。どいつもこいつもみんな揃って元気がねえんだ。こんなんじゃダメに決まってんだろうが。その気持ちオイラにもわかるぜ。テンション上げて人を遊びに誘ったのに相手が全く興味を示してくれないなんて、面目丸つぶれだよな。メンツの問題じゃねえ。新崎屋の親分として俺様は常に新しい面白いものを見つけて子分に楽しさを感じさせ続けなけねやならん。最初は理解できなくていいが、今に見てろよ、肝試し大会の面白さを実感させてやる。だがしかし話が戻っちまうが、俺様も鎮守の森なら何回も言ってる。そりゃ最初の頃は確かに怖かったが、今は完全に慣れちまってな。シャブ業の奴らだけを頼りにして何の新しい真似ができるってんだ。参加者をビビらせることができなかったら肝試し大会にはならねえからな。それが原因でまた子分に文句を言われた日には、それこそ俺様のメンツが丸つぶれだぜ。結局メンツの問題なんじゃないか。原因ってのは複雑なもんだからな。とにかく俺様には一つプランがある。シャブ業が信用できねえなら、俺様が肝試し大会に少し工夫させてもらおう。それってそうだ、この俺様が直々に脅かし役を演じるぜ。これなら間違いなく盛り上がっちまうぞ。だがこのプランには手助けが必要だ。つうわけで俺様はここで助っ人を募集してるんだが、まさかお前らが来ちまうとはな。頼む、俺様と一緒に脅かし役をしてくれ。やなこった。頼む。いやだ。頼む。もうわかったって。でも言っとくけど、オイラたちの目標は肝試し大会に優勝して豪華ご神物をゲットすることだからな。お前のことはついでなんだから足を引っ張るなよ。オンに切るぜ。安心しな、俺様がいれば肝試し大会なんてちょちょいのちょいだぜ。出発。今度こそあいつらをビビらせてやるぜ。うるさいやつだな。
あれ、でもあいつのおかげでなんだか怖くなくなったぜ。ひょっとして笑い声って恐怖をなくせるのか。だったら今後怖くなったらオイラたちも大声で笑おうぜ。おい旅人パイモン、雑談はそのくらいにしとこうぜ。このままじゃ肝試し大会に間に合わなくなっちまうからな。すぐ行く。ここが肝試し大会の会場みたいだな。オイラの気のせいか、見覚えのある景色なのに雰囲気は前よりずっと怪しいぜ。おい、パイモン。わあ！いきなり後ろから声をかけるなよ。びっくりしたぞ。どうしたんだよ。いやな、突然とある問題に気づいちまっただけだ。コモンども驚かせよとは言ったが、よく考えてみたら俺様は今までちゃんと人を脅かしたような経験がないんだぜ。今さらそれに気づいたのかよ。リハーサル。おお、そいつはいい考えだな。とびっきりのアイデアを思いついたぜ。お前らは普通に肝試し大会に参加して、俺様がその道中で隠れながらタイミングを見計らってお前らを脅かす。そんでお前らが俺様の人を脅かす腕を評価するんだ。よし、早速準備するぜ。お前らに俺様の実力を見せつけてやる。あいつ勝手なことばっか言ってどっか行っちゃったぞ。まあオイラたちはどうせもともと肝試し大会に参加しに来たんだしな、試練が少し増えたって考えればいいか。あそこに肝試し大会の関係者がいるみたいだぜ。あいつに聞いてみよう。あなたたちも肝試し大会に参加しに来た方ですか。そうだぞ。その服、お前もしかして鳴神大社の巫女か。ええ、私には見えます。お二方の身にまとっている黒い霧から不吉なオーラが漂っています。何も知らずにここに入り込むなんて、うっかりすると暗闇に飲み込まれてしまいますよ。ふふふ。こいつ本当に巫女なのかよ。なんだその不気味な笑い方は。今ならまだ引き返せますよ。3つまで数えますから、3、2、1。肝試し大会へようこそ。ええ、ちょっとした試練として考えていただければ。あまたの階段も平和そうな日常から始まるものですからね。焦るべからず、疑問を抱くべからず、深く考えるべからず。お二方がここに入った瞬間から全てが定まっているのです。束の間の安らぎをゆっくり楽しんでください。第一回の試合は間もなく開始してしまいますが、あなたたちは仲間を見つけましたか。やっとオイラにも分かる話になったな、仲間。イヒヒ、オイラたちは最高の仲間だぜ。あら、でも名簿を見るとあなたたちは一人の参加者として登録されているようですが、旅人とパイモン、そう書いてあります。つまりもう一人を探して手を組む必要がありますよ。いきなり仲間探しかよ。イットのやつが消えていなかったらあいつと組めたのに。どうすればいいんだ。私の知る限りまだ相手の決まっていない選手がいるようです。探してみるのはいかがでしょう。でもお早めに済ませて帰ってきてくださいね。
試合開始までに組になれなかった場合は失敗と判定されますので。そんな、早く近くを見て回ろうぜ。旅人さん、パイモンさん、こんにちは。え、アヤカも肝試し大会に参加しに来たのか。ええ、お兄様から肝試し大会が面白いとお聞きしまして、試してみるよう勧められたのです。ただ肝試し大会には参加したことがありませんので、どんな内容なのかは分かりません。アヤカも初めてだなんてな。実は私は新規にまつわることが苦手で、無礼な振る舞いで家族に恥をかかせないかといつも心配でした。その失礼ですが、旅人さんとパイモンさんはもうお二人で組まれているのですか。さっき巫女のお姉さん曰く、オイラたちは一人の参加者としてカウントされているらしいから、オイラたちもちょうど相手を探してるんだぜ。よかった。もしよろしければ私と組みませんか。あなたたちがそばにいてくださればなんだか安心できますので。あ、もちろん、もし他の方とチームを組みたいのであれば全然大丈夫ですよ。本当ですか。ではよろしくお願いいたします。いえ、ここはどうぞ多めに見てくださいと言うべきかもしれません。もし私が驚いてしまってもどうか笑わないでくださいね。どうやらお相手を見つけられたようですね。ちょうど試合も始まります。では肝試し大会の1回戦で探してきてほしいものを発表しますよ。その名も団子牛乳です。団子牛乳？玉木さんからご提供いただいた団子牛乳が現在鎮守の森のとある場所に置かれています。方向を示す道しるべが置かれていますが、分かれ道もございます。また道中ではあらゆる怪しいことが発生するかもしれませんので、くれぐれもご無理なさらず。退出はいつでも可能です。準備ができたらどうぞ始めてください。行こうぜ。他の人に先を越されないようにな。どうやらお相手を見つけられたようですね。ちょうど試合も始まります。では肝試し大会の1回戦で探してきてほしいものを発表しますよ。その名も団子牛乳です。団子牛乳？玉木さんからご提供いただいた団子牛乳が現在鎮守の森のとある場所に置かれています。方向を示す道しるべが置かれていますが、分かれ道もございます。また道中ではあらゆる怪しいことが発生するかもしれませんので、くれぐれもご無理なさらず。退出はいつでも可能です。準備ができたらどうぞ始めてください。行こうぜ。他の人に先を越されないようにな。あれ、こちらにあるのは私たちが探している団子牛乳でしょうか。隣にかかしも置いてあります。おかしいですね。これは何に使うのでしょう。そんなことどうでもいいから。それより団子牛乳を見つけたってことは、オイラたちが一番早くここに着いたんだよな。まさか団子牛乳がこんなにたくさんあるなんてな。全部持って帰るのは大変そうだし、なんならここで一部を飲んだらどうだ。ってことでいただきます。わー、カカシが立ち上がったぞ。まさか何かがここでこれらの団子牛乳を守っているのでしょうか。つまり団子牛乳に触ったら狙われるってことか。おいら触ってないぞ。
それもそうだな。その言葉を聞いたらなんだか安心したぜ。じゃあ一緒に飲んでみようぜ。うまいぞ。そうですね、先ほど驚いて失った精神力がまるで団子牛乳に癒されていくようです。よく周りを見てみると、目の前にあるのはやはり私のよく知っている鎮守の森ですね。一回体験してみたらそれほど怖くなくなったかもしれません。お兄様が、恐怖は人の心によるもの、心が安らかなら怖いという気持ちも自然に消えてしまうよとおっしゃったことがあります。今になってようやく理解できました。しかし恐怖も完全に悪いことだとは言い切れません。何度も怯えてしまいましたが、それでも楽しかったですから、もう少し森の中を歩き回りたいのですが、あなたも一緒にいかがですか？そうなんですね。では私は先に失礼しますね。どうぞお友達の方を優先してください。心配なさらないでください。一度体験しましたから、今度は簡単に脅かされたりはしないでしょう。ではまた今度お会いしましょう。楽しいお時間を過ごせますように。エイ？わあ、本当にエイだぞ。どうしてここに？あなたたちでしたか。ミコからここで肝試し大会が開催されていると教えられたのです。それで気分転換してこいと勧められましたので。そうだったのか。それでエイは肝試し大会を楽しめたのか？いえ、特に変わりありません。私は何も怖くはなかったのですが、むしろ一部の参加者が私の姿を見てビクビクしていたようです。ミコのやつ、まさかわざとエイを送り出して人を脅かそうとしたわけじゃないよな。でもそれじゃあエイは何の体験もできなかったんじゃないか。そうだ、さっきオイラたちが手に入れた団子牛乳をエイに一つあげるぞ。これでお前もこの回の勝者だぜ。これは以前一緒に飲んだことのある飲み物ですね。ではいただきます。実はここに来てから馴染みのある気配を感じているのです。それはもう懐かしいと思えるほどに。馴染みのある気配？下の砂浜へはもう行きましたか？先ほど近くを散策していたところ、砂浜に空き地があるのを見ました。そこには見覚えのある遊び道具が置かれていました。ざっと一通り眺めてみたのですが、どうやら空中に浮かぶ板で弾を撃ち、事前に設置された元素ブロックに命中させる遊びのようです。空き地遊戯という名のようでしたので、空き地跳ね遊びから派生した遊びではないかと推測しました。少し昔のことを思い出しました。空き地跳ね遊び？なんだそれ。羽子板で弾を撃ち標的に命中させるという昔のお祭りで流行った遊びです。誠も昔空き地跳ね遊びが好きでした。あの頃は百鬼がまだいましたし、稲妻の夜も今よりずっと賑やかなものでした。妖怪たちはよくお祭りを開きました。大勢で集まってお酒を飲んではしゃいだり、即興で演奏したり。それって常に堂々と美味しいものをいっぱい食べられるってことか？そうです。妖怪たちは自らのお祭りを三千花祭りと名付けていました。誠と一緒にそのお祭りに参加したことがあるのですが、
誠はとても面白がっていました。残念ながら過去は宝永のように去っていきましたが、再び似たような遊びを見られるとは実に心躍ることですね。面白そうな遊びだな。オイラも遊んでみたいぞ。もし興味があるのでしたら砂浜のところで試してみてはいかがですか。先ほど私が行った時にはまだ修理中のようでしたが、さほど時間はかからないでしょう。やったー。では私は先に天守閣に戻ります。巫女から今回の肝試し大会は3周あると聞きました。最後まで走り通せるといいですね。いえ、あなたたちでしたらきっと最後まで走り通せるでしょう。そんなの当たり前だぜ。な、信じていますよ。それにしても砂浜でやってる遊びのことなんかアヤトから聞いてなかったよな。本当にシャブ業が主催しているものなのか。うわぁ、そう考えるとなんだか怖くなってきたぞ。肝試し大会のせいでオイラ今もまだ体がこわばってるんだ。とにかく第1回戦はこれで終わりのはずだ。ひとまず戻ってみようぜ。どうだ、俺様の脅かし役としてのテクニック、なかなかのもんだっただろう。どうしよう。オイラずっとお前の後ろに隠れてたから、イットのやつが出てきたのなんか全然気づかなかったぜ。旅人、お前はどう思う？イットの脅かし役としてのテクニックは。なんだと？そんなあざないだろう。だって俺様が登場するたびに相手は慌てふためいて逃げてたぜ。俺様も自分にこんな才能があるとは気づいてなかったぜ。だがちょうどいい、今度こそ子分どもに俺様の凄さを見せつけてやる。あいつらがどの道を通って戻ってくるか俺様はすでに把握済みだからな。道中に待ち伏せして盛大にビビらせてやろうじゃないか。考えるだけで興奮を抑えきれなくなってきたぜ。どうだお前ら、準備ができたら出発だ。し、この辺りのはずだ。急げ、俺様と一緒に隠れろ。来たぞ来たぞ。一体どんな風にあいつらを脅かすつもりだ。そりゃもちろん、あいつらが来たら揃って大声を出しながらここから飛び出してビビらせてやるに決まってる。子供っぽいやり方だな。はいはい、舐めてもらっちゃ困るぜ。方法はシンプルだが、俺様にはあいつらの考えは全部お見通しなんだよ。あいつら今は絶対つまんねえなとか早く帰りてとかほざきながらのんきに歩いてるはずだ。今のあいつらはまさに無防備そのものだぜ。それにここは暗いから、突如草むらからピンピンした人間が3人も現れたら脅かされるに違いねえ。奴らの反応が追いつく前に俺らは撤退して次の待ち伏せ場所を探すんだ。し、聞こえるか、誰かが来てる。こりゃ間違いなく俺様の子分どもだ。3つ数えて一緒に飛び出すぞ。3、2、1。うわうわ、ま、お前らは。まさかひょっとしてお化けだ。お化けだ。待て、もう逃げなくていい。お前にも見えたんだよな。あいつら絶対人間じゃなかったぞ。記
肝試し大会の階段が本当になったんだ。どうすればいいんだ。オイラたちもう幽霊に取り憑かれちゃったんじゃないのか。パイモン、お前ってそんなに臆病だったのかよ。お前の方が先に逃げたんじゃないか。どの面下げてオイラのことを笑ってるんだよ。そりゃお前がお化けだって叫んだからだ。俺様は無意識にまずはお前らを安全な場所まで連れて行こうとしたんだぜ。なんせ本当の幽霊はすごく怖い。俺様の拳も全然効かねえからな。ふと思ったんだ、あいつらも逃げてっただろ。つまりあいつらも俺らのことを怖がっているっつうことだ。それで俺様は冷静になったんだ。で、冷静になってからこう考えた。あいつらは本当に幽霊なのか。ひょっとしたら誰かが人をたぶらかそうとしてるんじゃねえのか。いやいや、そりゃないぜ。さっきの試合の時、俺様は鎮守の森を一通り回ったんだ。シャブ業の連中が用意した仕掛けは全部見たぜ。あの3人は決してシャブ業側の人間じゃねえが、なんかあの姿妙に見覚えがあるっつうか、なんつうか。よし、戻ってもう一度確認だ。え、戻るのかよ。え、でもまだほんの少しだけど、あいつらが本物の悪霊だって可能性もあるだろう。今戻ってしまったらオイラたち食べられちゃうかもしれないぞ。安心しろ、ファイモン。心配ならここに残ってていいぜ。俺様は旅人と一緒に確認してくるからね。本当か。やったぜ。そうだった、前に八重堂で買った小説に確か書いてあったぞ。事件を調査するときに行かないからなっていうやつは大抵次の被害者になるって。いやだ、オイラも行く。お前らのそばから離れないぞ。よし、あいつらはさっきあっちの方向に逃げていったようだ。一体どこまで逃げたかわからねえが、手分けして探そうぜ。でもそれじゃあお前の方が一人っきりになっちゃうぞ。探偵小説ではそれもすごく危険なんだ。俺様を心配する必要はねえよ。俺様が本気を出せば向かうところ敵なしだぜ。嫌な予感がするぜ。お前のことをここまでビビらせるなんて、どうやら人を脅かすことにおいてはそれなりの心得があるやつらみてえだな。今回やつらを捕まえたらきっちり勉強させてもらうぜ。じゃあ俺様は先に行かせてもらう。イットのやつまた勝手なこと言って言っちゃったぞ。オイラたちも本当に行くのか。そうだな、行ってみるしかないよな。でも先に約束してくれ。もし何か怖いものに遭遇したら一刻も早く逃げるんだぞ。いつの間にかこんなところまで来ちゃったぞ。さっきの3人全く見当たらないな。一体どこに逃げたんだよ。やっぱりイットの言う通り、あいつらもどこかに隠れたのか。そう、よく聞け3人の臆病者め。おいらはすでにお前らが見えてるんだぞ。早く出てこい。うわあ、なんでここに人がいるんだよ。声も出さないでいるからびっくりしたぜ。そんなことしちゃダメ、千鶴。欲が理性を上回ると他の人に不幸をもたらしてしまうのよ。同じ過ちを繰り返すわけには。もう少し耐えるの。あんなに長い間耐え続けてきたんだもの。このくらいの時間
きっと大丈夫でしょ。ね。こんにちは。三人の悪いやつがここを通るのを見なかったか？どんな感じのやつらかっていうと、こう。君たち、私に声をかけたの？こんな、私に声をかけたの？うわぁ！ここに来るべきじゃなかったのよ。私に近づくべきじゃなかったの。命が惜しければ、早く離れて。じゃないと、君たちの魂は永遠にここをさまよい続けることになるわ。同じ過ちを繰り返さないで。帰れ。起きて。ほら、起きて。よかった。無事だったみたいだね。僕に質問する前に、もっと大事なことがあるんじゃないのかな？おいらを食べないでくれ。全然おいしくなかないぞ。おいらの仇絶対に取ってくれよ。うわぁ、おいらのこと助けに来てくれたのか。映像まで。さっきの怖いやつはお前らが追い出してやったのか。怖いやつ？僕が着いた時は君たちが気を失ってここで倒れてただけ。周りに他の人の姿はなかったよ。一体何があったの？どうやら僕の推測した通りだね。肝試し大会の裏には何らかの事情がある。さっき僕がどうしてここにいるのか聞いたでしょ。まだその質問に答えてなかったね。実は僕はある依頼を受けてその調査に来たんだ。依頼？そうだよ。つい最近砂浜でおかしな遊びを発見した人がいてさ。砂浜の遊び？あ、それって A が言ってた空き巣遊戯ってやつのことか？おや、どうやら君たちもそれなりに事情を知ってるみたいだね。あの遊びは少し前にひっそりと解放された。そして何人か偶然その遊びをやってみた人たちから面白いって評価されたんだ。でも砂浜には話を聞いて集まってきた見物客以外には誰もいなかった。例えると道端に屋台が一つ増えてるのに店主の姿がどこにも見えないって感じだ。さらに変だったのは、この店主なき屋台は通常通り営業してたってとこだ。砂浜に来た人は告知板に声をかけるだけで遊ぶことができるようになっていた。まさか、幽霊なのか？うん、人々もそう言い伝えるようになった。その噂は少しずつ広まっていき、やがてたたりだって話になったってわけさ。噂はだんだん本当のことみたいになってきて、そこに行く度胸のある人も次第に消えていっちゃった。それで天領奉行は最初その一部エリアの砂浜を封鎖し、真実を解明して噂を論破しようとしたんだけど、社奉行の方が一足先にここで肝試し大会を開催したんだ。もともと近づく勇気のなかった人々も、砂浜の遊びは社奉行が肝試し大会のために用意した肩慣らしの余興だと思うようになって、恐怖心を捨てて再びここに集まってきた。でも僕は知ってる。あの遊びは花から社奉行とは無関係なんだ。つまり社奉行はたたりがあるって噂を知ってたくせに、わざわざここを選んで肝試し大会を開いたってことか。あやとのやつ、頭が切れるやつじゃなかったのか。一体何考えてるんだよ。さあ、彼の考えを推測するより僕は自分の目の方を信じようかな。さっき依頼を受けたって言ったでしょ。実は
砂浜で例の遊びをやってたら、そこに数時間も閉じ込められてしまった人がいたんだ。彼の話によると、どの方向に向かって進んでも結局元の場所に戻ってきてしまったらしい。しかも仲間はすぐ近くにいたのに、彼のことが全く見えなかったんだってさ。聞いただけで怖いぞ。彼が何かを隠しているのは明らかだったけど、仲間の証言は手に入れた。つまりこれは事実だった。しかもこの一件が原因で、ますますたたりの噂は本当だと思われるようになった。シャブ業が肝試し大会を開催することを公表するまで、その砂浜に近づく勇気を持つ人は一人もいなかったんだ。誰が砂浜であの遊びをやれるようにしたんだろう。シャブ業はなぜそれを隠そうとしたんだろうか。この真相が知りたいってのもあって、僕は進んで調査に来たんだ。僕のことは気にしなくていいよ。君たちと一緒に行動すると目立ちすぎるから、まずは一人で調査してみる。君たちも気をつけてね。僕が見た限りでは、大半の人はここで起こることについて何も知らされていないみたい。だから、ヤブヘビを避けるためにも、できるだけ他の人には話さない方がいいと思う。おう、お前ら、やっと来たか。結構長い間、あいつらを追いかけてたんだが、結局、一人も見当たらなかったから、先に戻っちまってたぜ。どうだ、お前らの方は、なんか収穫はあったのか？あったと言うべきか、なかったと言うべきか。そうかそうか、お前らも、奴らを見失っちまったんだな。だが、大丈夫だ。俺様は新しいプランを思いついたからね。どんなプランなんだ？忍のやつがリーウェで勉強して帰ってきた時、あることわざを教えてくれた記憶がある。確か何かの虫が伺い、何かの鳥が後ろにいる的な。そう、それだ。お前も忍から聞いたか？前回、俺様は人を脅かすことに夢中になるあまり、逆にあの人をたぶらかしてた連中に脅かされちまった。今回、俺様はまず近くで状況を見て、あいつら3人が出てたら俺様の方から奇襲をかけるつもりだぜ。まあ、お前らの方はとりあえず前回と同じく安心して肝試し大会に参加すりゃいい。じゃ、また後でな。あいつ、またいきなりどっか行っちゃったぜ。でもあいつの計画は確かにいいかもな。オイラたちの方も巫女のお姉さんのところに行って肝試し大会の2回戦に参加しようぜ。お二方、肝試し大会での1回目の勝利おめでとうございます。これで漆黒ドロドロの真実にまた一歩近づくことができましたね。果たしてこれはいいことなのでしょうか、それとも悪いことなのでしょうか。意味不明な話はそこまでにしとけよ。それよりオイラたち、さっきすごく怖いやつに会ったんだぜ。そうなのですね。どうもありがとうございます。肝試し大会の主催側にとって、すごく怖いという嘆きのお言葉はある種の褒め言葉ですので。そうじゃないぞ。この肝試し大会に何かおかしなやつが紛れ込んでるって言ってるんだ。そのことで何か不都合でも？肝試し大会にまつわる話はあなたたちも聞いたことがあるはずですよね。肝試し大会に参加するすべての人の気持ちはとても複雑なものです。心の奥底で恐怖を抱く対象が目の前に現れることに怯えながらも、普段と違う刺激を味わえることを期待しているのです。しんとした真っ暗な森の中に、その期待に応える何かが存在しているというのは至極当然のことではありませんか。今
あなたたちの後ろで凶悪な笑みを浮かべる怪物があなたたちの振り返る瞬間を待っているように。やめろさすがですね。この程度の話ではあなたを脅かすには物足りないようです。また小さな試練を乗り越えられましたね。おめでとうございます。肝試し大会の第2回戦は間もなく開始します。お相手の方はいかがですか？あれ、オイラたちすでに。確かに前回あなたたちは素晴らしいご活躍で勝利されました。そのままの組で勝負したいというお気持ちも理解できます。しかし残念ながらこの肝試し大会では毎回新しい仲間と共に挑戦する必要があるのです。もし試合が開始されるまでに。ああ、もう分かってるぞ。試合開始までに組めなかったらそのまま退出扱いになるって言うんだろ。近くにまだチームを組んでいないやつがいるかどうか確認してみようぜ。ああ、旅人とパイモンちゃんやんか。あんたらもやっぱ来てたんやな。ユイミヤもいたんだな。うちのことやったら前回からとっくに参加してたで。まあちょっと回るんが早かったからそれで会えへんかったんかもしれへんな。第1回戦で勝ったんはあんたらやって聞いたで。めっちゃすごいやんか。うちも最後の最後団子牛乳の隠し場所は見つけたんやけどな、一歩遅かったわ。実はどうやって見つけたのかはオイラもよく分かってないんだ。こいつの後ろにずっと隠れてたらいつの間にか勝ってたんだぜ。へえ、あんた見かけによらず肝試し大会の達人やねんな。そういうことやったらうちと組まへん？うちらが力合わせたら次も絶対楽に勝てるやろ。えん？よかった、安心してえな。うちを選んだことは間違ってへんかったって証明したるで。一気に試合を勝ち取るんや。花火が空に上がるみたいにな。シュパッと他の人が反応もできへんうちに試合は終わりっちゅうことや。どうやらお相手が見つかったようですね。今回も引き続き幸運に恵まれるのでしょうか。もちろん勝利そのものが幸運であるかどうかは考えものですが。とにかく今回探してきてほしいものを発表しますね。その名も扇です。扇っていうとオイラも知ってるあの扇子のことか。シャブ業の当主自らお選びになった扇は今鎮守の森のとある場所で静かに眠っています。さて導きの準備はすでに整いました。しかし森に潜む暗闇も迫ってきています。持ちこたえられそうにない時は諦めるのが一命を取り留めるための道かもしれませんよ。諦めたりなんかしないぞ。さ、出発だ。なあ見てみ、このうちはこれが探しとった扇ちゃうか。綺麗な模様が描かれとるわ。花火やろか。とにかく祭りの雰囲気って感じやわ。これが見つかったってことはうちらは今回の試合に勝ったっていうことやんな。これ持って戻ろ。うん、やっと終わった。イットはまだ怪しい奴らを追いかけてるのか。おいらなんだか心配だぞ。ちょっと探してみないか。ん？なんか他に用事あるん？そうやったらうちが先にうちは持って帰っとこか。お、ありがとな。気にせんといて。あんたらと一緒に肝試し大会に参加できて楽しかったわ。またなんか楽しいことがあったらうちにも声かけてな。いた！まさか本当にあいつらを捕まえられるなんてな。逃げろって言ったのにどうして逃げなかったんだよ。
何を言っておる。我らがそなたを放っておくわけがなかろう。もう何も言うな。そんなに食いたいなら僕たち三人をまとめて食うがいい。たとえお前の腹の中に入ったって僕たちは屈しないからな。食べるだの食べないだの、お前らは何かの美味しい食べ物が幽霊になったやつなのか。いっとも、なんでずっと黙ってるんだよ。こいつらなんか見覚えがあるんだよな。あ、鬼バーバが見せてくれた妖怪百科に載ってたやつらじゃねえか。ヨーコとカッパ、それに一つ目小僧だ。そうだろ、こいつら妖怪だぜ。ようやくわかったか。おいら一目見た時からわかってたぞ。あんたは鬼だよな。気性が荒く底知れぬ力の持ち主で、見かける妖怪すべてを丸くこねて食ってしまうっていう鬼だ。そんなデタラメな噂、一体どこの誰が流しやがったんだ。それにお前らこそずっと人をたぶらかしやがって、一体何の真似だ。俺様は見たぞ、お前らがこっそりこいつの後ろをついて回って、いろんな変なものを出しながらこいつを脅かそうとしてたのをな。お前らの仕業だったのかよ。人を脅かすつもりはなかったんだ、オイラたちはただ…本当か？怒ってないのか？さっきは何回も脅かされたけど、どうやらお前らもわざとやってたわけじゃなさそうだしな。とにかくまず理由を聞いてから許すかどうかは考えるぜ。実は我らは祭りを開催したいのだ。妖怪たちが主催し人も参加できる祭りを。あ、エイが言ってたやつだな。三千花祭りか。その名前なら俺様にも馴染みがあるぜ。昔の大妖怪たちが開催した賑やかな祭りだったらしい。俺様の新たぎ極上生成豪語大祭典にも劣らねえほどにね。三千花祭り、それは確かに我らの夢ではあるのだが、実際我らの祭りがその名にふさわしいというには程遠いというのは百も承知なのだ。百鬼夜行の時代はもう戻らぬ。我らはただ山に住まうしがない妖怪だ。ご覧の通り、我らにはほんの少しの妖力しか残っておらぬから、ちゃんとした祭りを開催するのは不可能なのだ。それでも我らはこの方法で人と接触したい。そして感謝の気持ちを伝えたい。感謝？そうだ、オイラたちは野外に住んでるから、いろんな魔物から襲撃を受けちまうんだ。あいつらはオイラたちの縄張りに入ってきて大暴れした上、食べ物を渡せって脅迫してくるんだ。時には殴られることもあった。オイラたちがようやく一息つけたのは、人間の冒険者たちが野に入って魔物を追い払ってくれたおかげだったんだ。なるほどね。人から恩を受けたからには、力不足だとしても恩を返したいって考えるもんだよな。気を落とすことはね、お前らも堂々とした男だぜ。ってことは砂浜の秋津幽霊はお前らが用意したものだったのか。そうだよ、遊んだ、面白かった。伝説の中の秋津羽遊びを参考にして作ったんだ。たくさんの妖力を消耗してやっとのことで建てられた。妖力が残り少なくなったから森に屋台を置いてお祭りの雰囲気を盛り上げようとしたんだ。そなたたちにずっとついてたのはその反応を見たいからだったのだ。秋津幽霊ってそんなに大事なものなのか。どうして妖力をほとんどあれに使っちゃったんだよ。もっと美味しい食べ物の屋台を作ってくれたら、オイラはきっと旅人を連れて思いっきり食べてたぜ。そういうものなのか。実を言うと
我らは今まで人間に接触したことがなかった。だから何が好きなのかもわからなかったのだ。秋津幽霊を優先して立てたのはとある伝説を聞いたからだ。あ、それって数百年前、妖怪と人間が祭りで出会った物語だ。数百年前、三千花祭りにとあるもののふが迷い込んだ。どうして人がここに？結界を張ったってのによ、まったく困ったもんさ。祭りの最中、妖怪たちは話し合い、彼を追い払おうとしたが、この時、とある声が聞こえた。せっかくの我らが祭り、楽しませてやるのが一番だ。妖怪やら人やらを分ける必要はなかろう。それは、辛抱厚き妖怪の声だった。彼が口を開くや否や、妖怪たちはピタリと静かになった。おい小僧、いける口か？あ、それなりには。おほー、では我らと共に今夜の共演を楽しんでくれ。こうして大妖怪と侍は共にひとときを楽しんだ。祭りの最後には秋津羽遊びで思い切り勝負して引き分けとなり、深い友情を築いたのだ。これは驚いた。ひとごときが我の動きについてこられるとは。千変万化の妖力を拝見できて、自分も剣術の糧を得た。刀が得意か？自分はより強い相手を求めて各地を旅しているでござる。ではこういうのはどうだ。これから10年ごとにここで勝負するのだ。楽しみでござるな。言い伝えによれば、三千花祭りは参加者を思う存分楽しませて帰らせるもので、秋津羽遊びは友情の印とされておった。だからこうして祭りをやろうという時、すぐに秋津羽遊びを思いついたのだ。だが本物の秋津羽遊びはとうの昔に消えておる。我らは通りすがりの商人から話を聞いてあれを作った。それで名前を秋津幽霊に変えたのだ。あれは僕たちのせいじゃない。オイラたちもどこに問題があったのかさっぱりなんだ。先日我らは秋津幽霊を封鎖してどこが悪いのかしっかり調べた。だが結局何の問題も見つからんかった。妖力の不安定さが引き起こした特殊な状況なのやもしれぬ。こいつらが嘘を言ってるようには見えないぜ。本当に想定外だったのかもな。でもあの事故から誰も来てくれなくなった。そう。それから水色の髪をしたアンちゃんがやってきたんだ。この一帯を回ってさ。鋭利な目つきであったから、おそらく我らに気づいていたのであろう。だが彼は何も言わずにすぐ去っていった。それでね、よくわからないけど鎮守の森にたくさんの人が来たんだ。秋津幽霊の方にもまた人が来るようになって本当によかったよ。水色の髪のあんちゃん？そういえばハヤトが選んだ扇も祭り用のうちわだったよな。もしかしてあいつ妖怪たちのことを知っててここで肝試し大会を開いたのか？なんだ、アヤトの兄貴も肝試し大会に参加してたのか？もしかして鬼カブトムシを捕まえに来たのか？それならこの前俺様が捕まえた鬼カブトムシを連れてくればよかったぜ。そしたらしっかり勝負ができたのに。そっか、そういえばイットってまだアヤトの正体を知らないんだよな。でも本当にホッとしたぞ。オイラたちがあった変な出来事はお化けのせいじゃなくて妖怪たちの仕業だったのか。へへん、本当のことが分かれば肝試しだってそんなに怖くないぞ。おい、お前らはきっと人間と遊びたいんだろう。俺様にはその気持ちが
よくわかるぜ。今じゃ俺らのような妖怪は少数派だ。それで孤独に行動するなんてのはどうしても寂しくなるよな。こうしよう、俺様がお前らの願いを叶えてやる。俺様は妖怪でありながら人間界でも顔が利くんだぜ。この稲妻で俺様の名を知らねえ奴はいねえ。行くぞ、俺様が案内してやる。オイラはもうそんなに怖くなくなったし、あたりを回ってみないか。妖怪たちは祭りをやりたいって言ってたよな。さっきまですごく怖かったから全然気づかなかったけどさ、よくよく思い返してみると、この前浜辺で祭り関連のものを見た気がするぞ。行ってみようぜ。もしかしたら何か手伝えるかもしれないぞ。あれ、お前、前会った変なやつじゃないか。また君たち。私のところですでに散々な目にあったのに、まだ近づこうだなんて。いい度胸してるわね。今度こそ手加減はしないわ。ここから離れないと私は。へへん、もうその手には乗らないぞ。さっきお前の仲間たちに会ったんだ。もう全部白状したぜ。仲間？そうだぞ。お前らは外で暮らしてる妖怪たちなんだろ。オイラたちはさっき妖子とカッパ、それから一つ目小僧に会ったぞ。お前は何の妖怪だ。あ、当ててみるから待てよ。わからないぜ。まあいいや、秋津幽芸を遊びたいんだけど一緒にやらないか。秋津幽芸、また秋津幽芸。こんなのいけないのに、もう少し我慢すればできるのに。どうしたんだ。どこか具合でも悪いのかよ。お腹が空いたのか。結構憔悴してるみたいだけど、夜ぐっすり眠れなかったのか。心配するな。イットはもうお前の仲間を連れて新しい友達を作りに行ったぞ。そうだぞ、何にも心配する必要はないんだ。ほら、秋津幽芸をやろうぜ。どっちが早くできるか見てみようぜ。勝った人は負けた人に一つだけ願いを叶えてもらうってことでどうだ。ほら、始めるぞ。元気出していこうぜ。さすがだな、こんなに早く全ての元素ブロックを片付けるなんて。今回はもう勝ったも同然だぜ。ほら、お前の番だぞ。いいわ、見てなさい。ほぼ全部真ん中に当たってる。しかも旅人より早かったぞ。目のくらむような一曲だったな。おいら頭がフラフラしてきたぞ。お前はちゃんと見えたか。ルールが変わったって君たちのような初心者には負けないわ。そっか、よく考えてみたらお前も妖怪なわけだもんな。秋津幽芸ってお前らが作ったわけだし、強いわけだぜ。いいぞ、オイラは約束を守るやつだからな。願いを一つ叶えてやるぜ。先に言っておくけど、オイラたちができないことや悪いことには乗らないぞ。願い？私は君たちと二度と会いたくない。一緒に楽しんでたのに。だからこそ私の前に二度と姿を見せないで、私に話しかけないで。これは
君たちにできることよね。これは私からの最後通帳よ。次に会うことがあれば私は、君たちの魂を取るから。怖かったらもうここへ来ないで。おいらたち何か間違ったことでもしたか？そっか。でもあいつと秋津幽玄を遊べて楽しかったぞ。また会えたらいいな。イットの方はどうなってるんだろうな。帰ってみるか。あんた一つ目小僧なん？そうだ。緊張せんでええって。うちは長野原花火屋の宵宮や。あ、昔すっごく遠い場所からだけど長野原の花火を見たことがあるよ。空で散っていくのがとても綺麗だった。ほんま？ほな約束しよ。また花火持って一緒に遊ぼな。ほんと？ありがとう。それと失礼ですが、こちらは楓原和葉様でしょうか？いかにも。様とつける必要などない。ただの四方をさまよう浪人でござる。昔野外であなたの剣さばきを目にして、あの時はたくさんの敵と立ち向かっていたにもかかわらず落ち着いていらっしゃった。それはおそらく拙者が稲妻から離れた時のことでござろう。お主の言うほどではない。拙者も苦労してやっと離れることができたのでござる。それも上里家当主の助けがあってのこと。そういえばこちらがその恩人の妹君でござる。もしかしてあの白鷺の姫君。そんなにかしこまらずとも。こんなにすごい人と知り合えるなんて、僕は夢でも見てるのか。話しかけないのか？すまねえ、おいらは臆病者で。そうか？変だな。俺と話してるときはそんな感じはしないけど。おいらもなんでだかわからねえんだ。五郎様と話すときはペラペラ喋れて、なんとなく落ち着けるというか。この三人の中で肝っ玉が一番小さいのがオイラなんだ。前水の中に石を投げる人がいたんだけど、それだけでオイラはビビって水の中に何日も隠れてた。あ、すまねえ、無意識に自分の悩みを語り始めちまった。変だな、昔はこんなんじゃなかったのに。大丈夫だぞ、みんな向き不向きがある。大事なのは勇気を出して変わろうとすることだ。なあ、何の話をしてるんだ？俺たちも入れてくれよ。カッパ、初めて見た。こんにちは。本当に荒滝様には感謝するばかりだ。こんなにすごい方々を連れてこられるとは。なんて言ったって俺様は最強無敵の荒滝ユイガー独尊一頭だからな。それに俺様が親分やってる荒滝派にいる奴らはみんな名の通ったやつばかりだ。おい一頭、また嘘ついてるな。みんなは肝試し大会に来ただけで、お前に連れられてきたわけじゃないだろ。それにほとんどのやつはお前と大して仲良くないじゃないか。くそ、こんな時にバラすなよ、パイモン。ひひ、教えてやるよ。イットはそんなにすごくないんだぞ。稲妻の人脈王といえばやっぱりこのオイラと、この隣にいる旅人だ。なんだと？誰の知り合いが一番多いか俺様と勝負してみるか。やるなら付き合うぞ。怖いことなんかあるもんか。お二人とも喧嘩はやめるのだ。
私から見ればみんなすごい人だ。しかも羨むほどの友情がある。それは釜井様とお侍様のような。それはもちろん。おやだ、俺様の子分たちだ。まずい、俺様としたことが妖怪たちのことばかり気にしてこいつらをビビらせることを忘れてたぜ。親分。お前ら帰ってきたか。俺は。親分ごめんなさい。はあ、親分の賢明な判断を疑ったなんて。肝試し大会マジで怖かった。幽霊、ここ絶対幽霊がいるって。今思い返しても震えが止まらない。でもこの刺激は確かに楽しくもあったな。だから言っただろ、お前らが信じなかっただけだ。ほらほら、もう怖がるな。俺様からの種明かしだ。本当はだな、ここに幽霊なんざいやしねえ。お前らが見た怖いもんは妖怪たちの仕業で、単なる誤解なんだ。だよな。そのすまぬが、このお三方は知らぬ。そなたたちがどこへ行き何を見たのかは分からぬが、我らとは無関係なはず。ああ、え、いや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 、ようこの姉ちゃん、今は冗談の時じゃないぜ。状況はよく分からぬが、私は冗談など申さぬ。お前らじゃないとしたら、まさか肝試し大会に本当に幽霊がいるのか。そうそう、あいつお前らの仲間だろ。オイラたちと一緒に秋津幽霊までして遊んだんだぞ。お二人が会ったという方は知らぬが、今回祭りをやりたいと思ったのは我ら三人だけ。助けてくれ、オイラたち幽霊に会ったぞ。オイラ助けて。落ち着け、とりあえず落ち着け、落ち着け。やかましいな。え、お前は天領奉行の平蔵。安心してよ、たとえ幽霊がいたって君たちのうるさい声を聞いたら気絶するって。一等、その子分たちを連れて他の人たちにも状況を説明してきてくれる。旅人パイモン、僕についてきて。おう、おう。平蔵がいてくれればなんだかちょっとだけ安心だぜ。巫女のお姉さん、変だな、ここにはいないみたいだぜ。うわ、これなんだ。見てみろ、掲示板に赤い文字があるぞ。最後のもの、羽子板。肝試し大会の最後の探し物は羽子板ってことか。どうやらあの巫女は僕たちに3周目を完遂してほしいみたいだね。でも彼女は、まさか幽霊に連れ去られたのか。次はまさかオイラだったりしないよな。お前と離れたくないよ。筆跡は乱雑だけど周りに抵抗した痕跡はない。確かに変だね。それにしても字が少し多いな。
3試合で使った3つのものはそれぞれ3つの勢力によって選ばれたものだと僕は考える。資金を支援した商人は団子牛乳を選び、人手を提供したシャブ業は内輪を選んだ。そして羽子板は多分鳴神大社の人が選んだんだろうね。何か特別な意味があるのかな。意味なんて今はいいんだよ。それよりオイラたち本当に肝試し大会の3週目に参加するのか。そりゃ噂の豪華ご神物にも興味はあるけど、オイラは安全の方が大事だと思うぞ。戦略的撤退っていうのはどうだ。僕はここに残るよ。依頼はまだ終わってないからね。未知は恐怖をもたらす。未知から真相を探すのが探偵の仕事ってこと。わかった。平蔵がそういうのを聞いたら確かにさっきよりは怖くなくなったぞ。うん、じゃあオイラたちも少し待ってみようぜ。もしかしたら巫女のお姉さんもたまたま用事があって離れただけで、またすぐ戻ってくるかもしれないしな。旅人パイモン、最後は僕が仲間になるよ。全ての人の中であの幽霊に会ったのは君たちだけだ。僕は君たちと一緒に真相を調査したい。うん、オイラは大丈夫だぞ。お前もいいよな。今はどうにも手がかりが少なすぎる。僕もまだ推測しかできない。少し調査したい場所があるから後で一緒に見に行ってみよう。どこのことだ。まず僕たちが初めて会った場所さ。君たちの話によれば、君たちはそこで幽霊と出会い、そして気絶した。多分そこにはまだ何か手がかりが残っていると思う。本当に行くのか。オイラたち飛んで火にいる夏の虫になってないか。彼女が僕たちを待ち伏せないか心配なのかい。僕にとってはその方が好都合さ。彼女が見つからないと悩んでいたところなんだ。そんなに簡単に出てきてくれるなら手間が省ける。ヒーゾー、お前肝が据わってるな。出会う事件が多ければ自然と怖くなくなるものさ。行こう。君たちが最初に幽霊に出会った場所はここだったはずだ。もちろんその女性が本当に幽霊なのかどうか僕はまだ疑ってる。全体を振り返りたいんだけど、その時彼女が何を言ったかまだ覚えてるかな。私に近づくべきじゃないって言ってた。それにオイラたちが離れなかったら魂をここに留まらせるって。もうあの時のことは思い返したくないぜ。思い返すだけでまた体が震えてきたぞ。それで？それからオイラは目の前が暗くなって頭もフラフラしてきて、あちこちに火の玉がちらついてるのが見えたんだ。それになんだかあの幽霊の周りに黒い霧がまとわりついてる感じがして、それでオイラは気絶したんだぞ。なるほどね。その話だと確かに幽霊のたたりって感じがするね。ほら、平蔵だってそう思うだろ。もともと完全に否定してたわけじゃないよ。ただ彼女の正体よりも何がしたいかの方が気になるね。幽霊だとしても知性があるのなら何か切実な目的のために動いているはずだ。オイラたちの魂が欲しいんじゃないのか。そう言ってたぞ。それは多分ただの脅しでしょ。そうなのか。なんて言えばいいかな。あ、もし僕に魂を取るなんて能力があるとすれば、何度も君たちに警告なんかしなくていい。それに
そんな秘密を持った誰かが辺りをうろつくことは許さないと思うな。それもそうだな。なんで思いつかなかったんだろう。今考えられる可能性は2つだけだと思う。まずは本当に君たちの魂を刈り取りたいけど、そのためには何らかの条件を満たさないといけない、いわゆる呪われた状態って可能性。でももし本当に君たちが呪われてるなら、きっと何らかの感覚があるはずでしょ。だからこの可能性は低い。僕が思うに、彼女はただそれを理由に君たちをビビらせて追い払いたかっただけだろうね。オイラたちを追い払って何をするつもりなんだ。待て、オイラわかったぞ。オイラたちを危険させて肝試し大会の商品を独り占めにしようとしてるんだろう。あ、そっか、そんなはずないよな。じゃあなんだろう。映像、何か思いつくか。君たちの話から考える限りじゃ、彼女には悪意がないように思うよ。ただここにいてほしくないだけでね。でもこれだけじゃまだ何もわからない。常識的に推測すれば、彼女は何かの宝物を守ってる、それか何かの事件を隠そうとしてる。でも僕の勘がこの推測はどっちも正しくないって言ってるんだ。だからまずは辺りを調査してみよう。何か手がかりはあった？オイラたち、枝が何かによって曲がってたのを見つけたぞ。それ以外は何もなかった。うん、僕も君たちと別れた後辺りを探してみたんだけど、枝が何らかの負荷で曲がっていた他にも焼かれた跡がある場所があったけど、やっぱりそれだけじゃなんともね。もっと直接的な物証があればいいんだけど。こんにちは。あの、邪魔してごめんね。一つ目小僧、それにヨウコとカッパまで、どうしたんだ。手がかりを探していると聞いてな、手伝おうと思ったのだ。へえ、勇気あるな。おいらたちも自信はないよ。さっき荒滝様の子分たちから詳細を聞いてきたけど、確かに怖い。そいつは絶対どこかの怖い悪霊か、膨大な妖力を持つ邪悪な大妖怪だ。どっちにしたってただものじゃない。でも三千花祭りを思うと、我らは昔から釜井様とお侍様の友情に憧れておった。この憧れがあったからこそ、人から受けた恩には三千花祭りで報いろうと思ったのだ。力に限りがあるからとて、このせっかく手に入れた友情に誇りをかぶせたくはない。三千花祭りとは、来る人に思う存分楽しんで帰ってもらう祭りのはずだ。鎮守の森は広いからね、調査の人手が増えてくれるのはいいことだ。じゃあ君たちにも頼むよ、しっかり探してくれ。安心して、僕たちここには詳しいんだ。どんな手がかりだって見逃しはしないよ。うん、見てくれ、川の下流でこれを見つけた。これはなんだ。どうやら黒い布の切れ端のようだが、しかしこのような布見たことはないな。これは遮光布の切れ端だね。遮光布？うん、光を遮る効果が強くて、よく舞台などの場所に使われてる布だよ。切り口が結構荒いね。石とか木の枝で破かれたみたいだ。木の枝。例えばとても大きな遮光布が木の上にかけてあったとしたら、木の枝は
その重みでたわむ。遮光布を木から引っ張って落とそうとした時、どこかの端っこが枝に引っかかって破れ、黒い布の小さな切れ端が水の中に落ちた。気にしなかったというよりは、気にしてる暇がなかったんだろう。まだ彼女にはやらなければならないことがたくさんあったからね。じゃあなんで遮光布を木の上にかけたんだ？僕の推測だけど、もしかしたら君たちが味わった雰囲気を恋に演出するためかもね。まだ気にしないで。僕もまだ考えがまとまってないんだ。荒竹派の人たちが脅かされたって場所ももう一回調査しに行きたいんだけど、君たち道はわかるかな？僕道を知ってるよ。荒滝様の子分たちと話した時、幽霊にあった正確な場所を聞いたからさ、僕が連れて行くよ。じゃあよろしくね。さあ行ってみようか。ここだ。ここを通った時、辺りが突然暗くなって、それから鬼火がチラチラし始めたって聞いたよ。ん？なんだか身に覚えがあるぞ。それってオイラたちが見たのと一緒だよな。まずはこの辺りで前みたいに調査をしようか。似たような恐ろしいこと、完全に片付けられていない痕跡。どうやら僕たちは真相にだいぶ近づいてきたみたいだね。今ほぼ確信できるのは、君たちが会ったその女性は幽霊なんかじゃないってことだ。彼女は不思議な力も持ってない。ただ前もって準備した小道具で人を脅かしてただけさ。小道具？そんなものでできるのか？オイラたちが見たやつは本当に怖かったんだぞ。まず肝試し大会の存在自体がここの雰囲気をますます恐ろしげにした。当時の君たちは妖怪の3人に脅かされたところだった。その上謎の女性に出会えば緊張するのは必然的なことでしょ。緊張のせいで呼吸は荒くなり、彼女があらかじめ撒いていた睡眠花粉を吸っちゃったせいでフラフラし始める。その瞬間、彼女は遮光布をさっと抜き取って鬼火を燃やし、未知で恐怖の景色を作り出した。だいたいこんな感じかな。ということは彼女の言動はただのハッタリだったのだな。おいらを騙すだなんて。でももう一つだけ問題がある。僕にこの件の調査を依頼した人は確かに尋常じゃない力によって浜辺から抜け出せない状態だった。これはただの小細工でできることじゃない。でももし彼女にそんな力があるのなら、どうしてたくさんの小道具を用意する必要があったのかな。オイラ頭が痛くなってきたぜ。そうか、森の中では小道具なしに人を脅かせないが、砂浜では不思議な力を駆使できる。なるほど、大体わかったよ。はや！集団行動の可能性を除けば残るはただ一つ。君たちが会ったっていうその女性の正体がわかった。浜辺に行って確認しよう。我らも。いや、君たちには帰ってみんなに怖がらないように伝えてほしいんだ。もう時間を費やして林を調べる必要はないってね。真相はもう浮かび上がった。不要な恐怖心とはさよならして、肝試し大会の終わりを待つ時だ。わかった。じゃあ安全に気をつけて。何かあったら大声で僕たちを呼んで。絶対に聞こえるから。危ないことなんかないよ。でもありがとう。じゃあ行こうか。分かってたわ。やっぱりここまで探しに来たのね。出た！妖怪の仲間だと思ってたのに、
あいつらはお前を見たことないって言ってたぞ。お前一体誰なんだ。なんでオイラたちを脅かすんだよ。言ったはずよ、話しかけるべきじゃないって。いい加減に離れないと。今は小道具とかないよな。動かない方がいい。君のためにもね。そんな妖力じゃ僕たちを脅かすことはできないし、君の消滅を早めちゃうよ。妖力？なぜそのことを。物を拠り所に生まれる妖怪は本体以外にも人の姿に化ける。本体の近くにいれば多少妖力を使えるけど、本体から離れすぎると力は衰えちゃうんだ。そして本体が壊れてしまったら、それを拠り所として生まれた妖怪も消滅してしまう。仏霊とでも言えばいいかな。それともつくも神の方がいいかい。ややこしいことはいいわ。自分の名前がある。羽生田千鶴よ。千鶴、なんでオイラたちに離れてほしかったんだ。お前も妖怪だったら一つ目小僧たちの考えを理解できたはずだろ。それに一緒に秋津遊戯を遊んだ時も楽しかったぞ。なんだか物語に出てくる釜井様と侍になったみたいで。そう、だからこそ君たちにもあんな悲しみを味わってほしくなかったの。悲しみ？どういう意味だ。妖怪たちから釜井様とモノノフが知り合うお話を聞いたわね。あの話、本当は続きがあるの。彼らの知らない続きがね。出会った時、モノノフはおよそ25だった。10年後再会した2人はすぐにまた意気投合した。飲み遊び磨き合って、初めはただ気の合う仲間同士だった2人が互いを思い合う親友になった。そしてまた10年、モノノフの剣術は極まり、なんと試合に勝つことさえあった。釜井様は驚いて酒を断ち修行をし、再戦に燃えていた。でも次の10年目、人は約束を守れなかった。南で起こった戦に駆り出されていたから。妖怪にとって10年など一瞬、釜井様は気にも留めなかった。けれど次の再会の時、釜井様は目を疑った。モノノフは弱い65で傷だらけ、白髪だらけだった。おい小僧、まだ剣を握れるか。自分は年じゃ、もうそれには応えられん。こたびは別れを告げに参ったのだ。そうか、秋津羽遊びにもう一度付き合ってくれるか。それもよい。モノノフは全力を尽くしたけれど、衰えた体力のため早々に退場となった。釜井様は羽子板を置いてしばらく黙り込み、長いため息をついた。実に遺憾だ。実に楽しみという言葉から実に遺憾まで、たったの数十年、釜井様の要望が変わることはないのに、目の前にいる旧友は老け込んでいく。出会った時の喜びも、最後には遺憾という名の毒薬に変わってしまった。傍観者の方が冷静だというけれど、この一部始終を目撃した私は残酷なことに気づいたの。失望と悲しみは最初から起こる定めだった。私たちは人と寿命が異なれば
性分も異なるけれど、同じ土地で生活している。お互い触れ合い惹かれ合って、それでも最後には別れが訪れるの。夢から目覚める時に残されるのは、永遠の思念とどうしようもない苦痛だけ。見識の広い大妖怪でさえこうだったのよ。単純で善良な普通の妖怪たちが別れの時に味わう悲しみはいかほどか。だからお前はこの砂浜に身を潜め、最後の日が訪れる時を待っていた。彼らがたまたま秋津幽霊をここに置いたせいで、私は長い眠りから呼び覚まされたの。釜井様と人のもののふの話を聞いたからといって、無限の期待と熱情を抱いたまま人と触れ合ってほしくなかった。だって二の前でしかないもの。だからあんなおかしなことをしてここに来るやつを脅かそうとしたのか。前浜辺に閉じ込められた人もいたらしいけど、あれもお前なのか。なんでそいつにだけそんなひどいことしたんだよ。私の力はもうだいぶ弱まっているわ。ほとんどは集めた道具で人を脅かすだけだったけれど、人が多い時は姿を現しにくくて。でもあいつは欲するものをむさぼり、悪ことを知らなかった。秋津幽霊の置物を盗み去り、高い値段で売ろうとした。だから妖力を使ってあいつを懲らしめたの。そうだったのか。お前って意外と正義感があるんだな。そういえばあの釜井様と侍の話、お前はどうやって後半の内容を知ったんだ。答えたくないならいいよ。僕には分かったからね。君の正体はこの羽子板だろ。羽子板？あ、まさか。数百年前、妖怪釜井と人間の侍が秋津羽遊びで使った羽子板。強い妖力の影響を受けてそこに意識が芽生えたんだ。彼らの物語を一番近くで見届けたのは君だった。数百年の時が過ぎ、妖力による守りも虚しく、羽子板本体は朽ち果てる寸前。自身の存在すらまともに維持できない状態じゃ、小道具にでも頼らなくちゃ人を脅かせはしない。それから僕の推測が正しければ、この羽子板が三戦目の目標。まったくその通り。実に面白い推理じゃった。わっぱたち、肝試し大会三戦目の勝利おめでとう。巫女、それに巫女のお姉さんまで。失踪したわけじゃなかったのか。ごめんなさい、八重様のご指示でして。どうじゃ、驚いてくれたか。恐怖が未知によるものであれば、局面も混乱すればするほどよい。そしてとうとう主催側の者までが謎の失踪を遂げる。これでこそ肝試し大会じゃ。やっぱりわざとオイラたちをビビらせたのかよ。瞳、まず戻って他の者に肝試し大会の終了を知らせよ。優勝者はもう決まった。真相もはっきりしたことだし、僕も依頼人に会いに行こうかな。窃盗未遂、確かにさほど重い罪じゃないけど、罰さないってわけにはいかないし。二人とも、じゃあね。そういえば、巫女、羽子板を三戦目の目標として選んだってことは、千鶴のことを前から知ってたのか。巫女、八重様、あなたは。とある年の三戦花祭り、わらわは狐西宮様の傍らで秋津羽遊びをなさっているのを眺めておった。あの時何時を目にしたんじゃ。
当時は確か人の姿はなく、ただ意識を持っていただけじゃったがの。思い出した。あなたは狐西宮様の肩に乗っていらっしゃった。あの先日わらわは浜辺で散歩していたんじゃが、この近くに懐かしい妖力を感じ取ったんじゃ。妖力はかすかなものじゃったが、何時を見つけた。何時は木の上に座って遠くにいる旅人を眺めておった。我慢しろ、人と関わるな、そう言って自らを戒めておる。小さな声が聞こえた。いつかしら。あなたに全く気づかなかった。何時はそこまで力が弱っておるんじゃ。気づく方がおかしい。本当はずっと自分を責めておったんじゃろ。何時は心の中で、釜井と侍は空き巣跳ね遊びで知り合うたのじゃから、自分も関係がないとは言い切れぬと負い目に感じておった。当時私はまだこのように人になることはできなくて、ただ朦朧とした意識しかなくて、二人が三千花祭りで知り合った時、私はとても誇らしかった。だって彼らの物語に姿を残せたんだもの。別れの後、釜井様はよくため息をつかれていたわ。私は心の中で自分を責め、こらえきれず隠れてしまった。そして再び目覚めた時、世界はすでに変わっていた。八重様、あなたは有名な大妖怪なのでしょ。私の知らないことをたくさん知っているはず。一つ伺いたいわ。一つまた一つと出会いが増え、同じだけ別れが増える。つかの間の時はあっという間に通り過ぎ、残るのは失望と辛さだけ。私たちと人との出会いに本当に意味があるのかしら。なぜないと思う。何時と旅人は共に秋津遊芸をしたんじゃろ。どんな感じじゃった。とても楽しかった。でも理性がそれを間違っておると言っておる。そうじゃな。じゃあが、何時の言う釜井と侍の話にはまだ続きがある。そんな、釜井様と人のものの不安、もう二度と会わなかったはずよ。しかし話はそれで終わりではなかったんじゃ。侍の名は柳橋拓と、奴は騒乱一心流創始者というもう一つの身分を持っておった。奴はその剣術を釜井と切磋琢磨するうちに悟ったそうじゃ。そして三代目師範の富永正成も釜井と親しくなった。500年ほど前、釜井は富永と肩を並べて最後まで戦った。その時富永が使った刀は柳橋から伝わったものじゃった。釜井が抱えていた遺憾の思いはその時に消え失せたんじゃ。そうだったの。わらわたち妖怪は確かに人とは違う。わらわたちにとって人の寿命は短すぎる。最後にはいつも通りすがりのものとなってしまう。じゃが、出会いによって生まれた縁日というものはそこで途絶えることはない。また新しい形で受け継がれていくんじゃ。戸惑うことはない。幸運矢のごとしだからこそ見逃すことなく楽しむ。今の何時になら、わらわの言っていることがわかるじゃろ。おい、サイコロたち。いっと、なんでここまで来たんだ。人々から事の経緯は聞いたぜ。それにお前がこの肝試し大会の最終決戦に勝ったってのもな。こいつの正体だって知ったぜ。だから俺様は他のやつと話し合って。ん？お前この間の狐女じゃねえか。なんでここにいるんだ。
わらわのことは気にするでない。何を話し合ったんじゃ？よく聞け。肝試し大会の終了を祝って一緒に三千花祭りをやることにした。俺様は考えたんだ。妖怪たちの妖力だけじゃできねえかもしれねえが、俺様が参加すりゃ問題はねえ。俺様ある時天下百鬼の王イットがみんなを率いて最高の三千花祭りをやるぜ。さすが新滝様。おお、本当に大丈夫なのかよ。そりゃどういう意味だ。今回は俺様だけじゃなくて他のやつも手伝ってくれる。アヤトの兄貴まで来てくれたぜ。今はみんな準備してる途中だが、もうちょっとすれば祭りの完成だ。お前らは遊ぶだけでいいぜ。アラタキ様、最高。祭りと言われれば、わらわが行かぬわけにも行くまい。ああ、祭りを回るのは久しぶりじゃ。出てくるときに酒を持ってきてよかったわ。イットのやつ、たまには頼れるじゃないか。ひひ、祭り、うまいもの。オイラの出番だぜ。ええ、君たちさえよければ。いた。それにゴロも何話してるんだ。ああ、時間さえありゃ絶対ここに超でっけえ釣り堀を作るんだがって言ってたところだ。釣り、渡積島では直接水に潜って魚を捕まえていたな。魚を捕まえるより釣りの方が絶対楽しい。俺さんは釣りの達人だぜ。この前も超でっけえ魚が釣れて、大きすぎて処理に困ったぐらいだぜ。それで八重堂にまで手紙を書いたんだ。そんな悩みがあるなんて。そんなにでっかいやつなのか。なんで教えてくれなかったんだよ。オイラが食べてやったのに。八重堂に手紙？そうだ、俺様は月刊漢字に投稿してひなさんに相談したんだ。ひなさんってのは本当に優しい人で、すぐに返事をよこしてくれた。奇遇だな。俺も普段そこで副業をしてるんだが、この間たまたま似たような悩みを受けた。ん？超でっけえ魚が釣れたって悩みか？まさか。まさか釣りで俺様と互角に渡り合えるやつが存在するってことなのか。ダメだ、こうしてる場合じゃねえ。お前ら先に祭りを回れ。今日はもっとでっかいやつを釣られえと。釣れたら魚の宴をご馳走してやるよ。あとちょっと。あ、紐が切れちゃった。難しいな。よいみや姉さん、本当にヨーヨーって釣れるの？心配しんとき、うちの秘訣を伝授したら。見抜いて素早く、これに限るで。ヨーヨー釣り、娯楽小説で読んだことあるぞ。試してみ。片っぽの目一つ閉じてちょんと見定めたら、うまい具合に素早く釣るんや。見るからに難しそうだぞ。旅人にやらせよう。オイラたち3人いるから少なくとも3つ釣ってくれないとだぞ。でもよいみや姉さん、僕が目を一つ閉じると何にも見えなくなるよ。
おいしい。そうですね、久しぶりにいただきました。あやかは普段ラーメンをあまり食べないのか。こんなにおいしいのに。あ、あなたたちでしたか。すみません、ラーメン2つ追加でお願いいたします。脂っこく塩分も多いからと、周りに食べる機会を制限されてしまうのです。ラーメンも鍋も普段はいただきません。大変ね。うんうん、だから彩香はケーキを鍋に入れたんだな。はあ、それは忘れてください。ふう、お腹いっぱい、少し眠い、せつ少し寝る。そういえば昔の妖怪たちの祭りには何か特別な出店はありましたか。話せば長くなるけど、ヨーヨーを一つも釣れなかったなんて、お前の腕も落ちたな。まあ最後は千鶴が一つ釣ったけどな、それも一つ目小僧にあげちゃって。欲しそうに見えたから。オイラも欲しいぞ。じゃあ今度もう一つ釣ってあげる。やった。旦那、これはいつもと比べて高すぎるでしょ。祭りだからってそんなに値段を釣り上げない方がいいよ。露店を出すのにもお金がかかるんだ。ちょっとばかし高く売らなきゃ元が取れない。じゃあお面を5つ買うから3割引きしてくれるってのはどう。ダメなら今回はいいや。はいはい。暑い、干からびそう。そんなに近づかず、もっと後ろに行った方が良いでござる。分かってるけど、普段はこんなに綺麗なかがり火を見ることないもん。一番近くで見ていたい。この世には美しき風景が山ほどある。そう焦らずとも、祭りはまだ長い。まさか妹子にまで教えていなかったとは。あの様子じゃさぞ驚かせたじゃろう。ここで何が起こったのか事前に教えると面白くなくなってしまいますから。友人がそばにいるのですから、怖すぎるということもないでしょう。少しばかりびっくりする方が、あの子も普段溜め込んでいる緊張を緩められていい。今回の計画は実に順調じゃったの。何も知らぬ者たちが慌てふためくのを見るのは実に愉快じゃ。それは私も同感です。ミコ、アヤト、お前らの笑いって怖いぞ。うん、祭りを回り終えたのか。では楽しかったか。本物の三千花祭りは今よりも100倍にぎやかじゃった。でも何時らが言っても今ほどは楽しくないかもしれん。友人と回る祭りの方が楽しい。そうじゃろ。ええ、ありがとう。ほれ、わっぱに何か言いたいことがあるのじゃろ。もう邪魔しないでおこう。そうなのか。なんだなんだ。また見抜かれるとは、何でもお分かりのような気がする。何でも分かるのではない。ただわらわにもそんな経験があっただけのことじゃ。旅人、今時間はあるかしら。ちょっと浜辺で二人きりで話したいの。
ここにしましょう。ありがとう、付き合ってくれて。実はね、初めて自分が人に化けられるって分かった時、すっごく嬉しかった。羽子板の化けた妖怪は祭りから生まれた妖怪だもの。生まれつき賑やかさが好きだった。祭りに参加したかったし、人と友達になりたかった。他の人と秋津遊芸を楽しみたかった。でも夜が更けて人が寝静まる頃、思い出してしまうの。老いた物の符が羽子板を置いた時の苦笑いや、孤独な釜井様が酒を飲みながらため息をつく様子を考えたわ。もし私が人と友達になったら、将来あの方と同じような悲しい表情を浮かべることになるんじゃないかって。だからいけないと思った。絶対に同じ悲劇を繰り返してはいけないって自分に言い聞かせたの。ごめんなさい、初対面の時からわけのわからない話をして驚かせたでしょ。君はびっくりして逃げるかと思ったのに、2回目に会った時は何事もなかったような顔をしていた。妖怪たちの仲間だと勘違いされてるのが分かっていたのに、そこには触れず君と秋津遊芸を遊んだ。そうね、私もよくわからないわ。でも多分、私はずっと釜井様のように人と秋津遊芸を遊びたかったから。自分の残り時間が少ないって分かってたから、きっとこのまま孤独に去りたくなかったんだと思う。とにかく一緒に遊んでくれてありがとう。この前の秋津遊芸、パイモンちゃんは負けた人に自分の願いを一つ叶えてもらうって言ったわね。あの時私が願ったことは、もう二度と私の前に現れないでってことだった。結局あなたたちは私を見つけ出したから願いは叶わなかったわ。だからもう一つ新しい願いを言ってもいいかしら。そうね、じゃあ私を覚えていてほしい。いいえ、一つだけならこれはやめておきましょう。よく聞いて、私の願いは、今後も君の旅路が祭りのように楽しいものでありますように。